石狩金沢駅は北海道石狩郡東別町あざ金沢にあった北海道旅客鉄道札沼線の駅である。札沼線の区間廃止に伴い2020年5月7日に廃駅となった。1976年の石狩金沢駅と周囲約500メートル範囲。左下が札幌方面。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名、金沢に、北陸本線金沢駅特別のため旧国名、石狩を冠する。地名の由来は、以下の諸説があるが、いずれも石川県金沢市に由来する。廃止時点で、短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。石狩東別駅が管理していた、無人駅で、 環球社改造の駅舎を有していた。1976年の時点では、駅標速に、島式、駅裏側に、単式の複合ホーム2面3線を有する、交換可能駅だったが、貨物取扱い廃止と無人化に伴い、貨物線は札幌側が寸断されて、補線用引っ込み線となり、駅裏側ホームと、レールが撤去されて、単式ホーム1面1線となった。 その後、引っ込み線も撤去されて、完全に防線化された。2020年5月7日の北海道医療大学駅新都塚駅間の廃止にあたって、同日未明にホームに設置されていた駅名標が撤去された。駅前に、旧庁立金沢小学校の跡地を分譲した民家が数軒と肥料の工場がある。新四の津村との境界が付近にある。 駅から300メートルほど離れた位置に、日帰り入浴施設の開拓袋の湯があったが、コロナ禍による影響を受けて2020年に廃業した。当駅廃止に伴う代替バスの最寄り停留所は、金沢会館前となる。ありがとうございます。